はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ね、和歌山夏休み企画、はい、本日最終日でございます。ね、最終日といっても私はゆっくりすることはしません。はい、初日釣れなかったブダイ釣り、イガミですね、はい、に行きたいと思っております。はいはい、ここのね、ポイントは、はい、私がもう小学校の時から遊びまくってた遊び場なんで、はい、ここをね、ちょっと皆さんに紹介したいと思いますが、はい、両端二人、はいはい、何その頭、ふざけてんの。そっちの横には一番ふざけてる。いや、俺は清掃ですから、いつも通りのね。アラブのね、金持ちじゃないんだから、やめなはれ、そういうのは。激しい日差しなんで、ちょっとこれはやっとかないと。はい、そしたらね、はい、まず、こっから森を抜けていきます。はい、ね。後ろ向き、後ろ。これそっからです。ここ道なんですね、そうです。横に言われて、でも滝の時も俺本当かなと思う道行ったらね、あれありましたそうですよ。じゃあここから入ってきます。そうなんです。失礼します。菊ちゃん、はい、俺は小学校の時からここを歩いて行ってたんですよ。菊ちゃん、左です。これです。はい、違います、左です。こっち、そうです。で、横に小学生だったからこそ行けた道じゃないですか。いや、私今年も一人でここ来てますから でもさ、こういうところでね、遊び倒してた俺だから、はい、釣り岡行っても帰りたからないのが分かるでしょ。あ、分かりますね、はい、昔こういうとこ来て浮きとかよく拾いましたよ。あ、でさ、俺が小学校の時はさ、はい、ツーサイクルの船外機があったせいかさ、はい、コールタールすごくて、あ、真っ黒の、そう、そう、それが岩の上とかにあるとさ、手触る、で触ると取れないんだよね。それで、昔は、はい、ここで石をめくって、カニとかを取ったわけよ。そして、カニを餌にして、ブダイを釣ると。でも、すごい、めっちゃまたいいところが。いいでしょ？すごいな。僕はね、皆さんに和歌山好きになってもらおうと思ってね、はい、引き出し全部開けてるから。でもさ、菊ちゃんにしろさ、てるくんにしろ、自然遊びが好きでよかったよ。ねえ、俺マジで、船虫怖いとか言われたらどうしようかなと思ってたぐらいだから。さすがにそれは平気ですけど、ただこんなに過酷でハードだとは思ってなかったよ。菊ちゃん、はい、こっからよ。こっから。また、はい、沖磯に泳いでいきますから。そうなんですね。うわ、でもめっちゃ綺麗。今日泳ぐ磯は、はい、山みたいな感じになってるとこあるじゃん。はいはい、あそこですから。ここにいるんですね。はい。ゴミがいっぱい流れ着いてますね。そうなんですよね。だけどさ、はい、観光地だからみんながさ、やっぱ宮古島とかね、はい、ああいう離島って掃除してるんだけど、はい、そう、裏の方のさ、漁港とかってゴミすごいのよ。だからほら、今いろいろマイクロプラスチック問題とか騒がれてんじゃん。はいはい、確かにこれってさ、日本だけでやってもしょうがないからね。世界中でやってくんないと。九州のこういう海辺だと、うん、本当日本語じゃないものがめちゃくちゃある。ああ、だろうね、はい、うん。確かに宮古島行った時も、はい、外国のペットボトルとか、はいはい、めちゃくちゃあった。ああ。よいしょ。はい。今日のポイントはこちらです。はい、こちらの沖磯に、行きます。気持ちいいですか。気持ちいい。なんか川みたいに冷たくなく、はいはいはい、程よい感じのね、海。ちょっと横にいいの、あのスタイル笑っちゃうな。
あれはちょっと密輸してる人だな、あの感じは。さあ上陸に向けて今皆さんが荷物を運んでますと。さあポイントつきましたか。じゃあ、はい、みんな立派だったよいやちょっともう正直ここ着いた段階で一休みしたいぐらい疲れてます、はい、はい、私たちにはね、はい、時間がないんですそんなことないはずなんですけどね。今日という今日はね、はい、絶対釣らしたいんですよ。あ、さあじゃあ釣り開始でございます。仕掛けと同じ仕掛けで、はい、いやここはでも釣れてほしいですね。そうですね、ここで釣れないわけはない。おお来た。さすがさすが。わあガシラか。でもいいサイズの。うわ赤ハタですね。赤ハタ。へえ来ましたね。昨日釣った赤ハタの一緒。はいはいはい。あちょっと色が違うんだ。ね磯場にいるからかな。へえやっぱ保護色になるんだ。ね、へえすげえ。いやでもよかったナイス一発目で。ね。当たりは良かったけど。うわでもこんな色ほんと全然違う。なんか来た。ああ徳ちゃんも。なんだなんだ俺も一緒かな。あ赤旗だ。ほんとだ。あげまーす。はーい。赤旗だよ。わ俺ね、はい、今までここで赤旗って釣れたことなかったんだ。ちょっとじゃあ変わってきてんすかね、いろいろ。はい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 。いやーナイスー。はい、俺思ったのが、はい、プナムシとかが全然いないのよ。はいはいはい。イソガニも全然いないのよ。いない、確かに全然いない。もともとこういうさ、はい、餌をこうやって置いとくとね、はい、パッて見るとプナムシたかってたり、はい、カニがたかってたり、はいはい、俺が子供の頃はね、はい、だからちょっとこれ、はい、暑くなりすぎて季節的にいられなくなったのかとか、はい、だから魚もさ、さっきみんな泳いでるんで、アオブダイすごいいるとか、はい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 、南国系のあのカワハギみたいなのいっぱいいる、はいはい、もしかしたら、ブダイも水温高すぎていなくなってんのかも、はい、俺、7月の頭に一回和歌山来た時は、はい、すごいいたの。あ、そうなんですか。あ、来た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 。さあ、説明してる間におっとナイスヒット。あ、うわうわうわ、おじさん、おじさん、おじさんおじさんがおじさんをいやだから、はい、ちょっとブダイがいないのかもね、はい、あ青ブダイとブダイは違うってことですね。同じ種目だけど、はいはい、ちょっと違うんですね。あなるほど、じゃあちょっと本命じゃないものばかりが釣れて、あおじさんありがとう、はい、だから赤旗だって今までいなかった、はい、だからねちょっとねやっぱり海が変わってきたのかな。そうかもしれないですね。むしろ俺はしょっちゅう釣りやってるんで、はい、この潜るのに夢中になる。いやでも、はい、生き物が釣果より、はい、ここでみんなが、ね、自然遊びするっていうのがさ、はい、今ほら外で遊ぶ人も少ないでしょ、はい、そうですね、うん、だからお父さんたちもさお母さんたちも、はい、一緒に危ない危ないじゃなくてさ、はいはいはい、遠くで見守ってるぐらいの感じで、まあね、遊ばせないとさ、はい、今遊べない子供っていうのが大人になった時さ、はい、もっと遊べない子供になるわけじゃない。いやそうなりますよこれ。あテル君に変わったんで、はい、それ泳いできます、はい、ちょっと海を見てきてください。ちょっと本当にいなさすぎる、お帰りなさい。はい。わしはもう不安ですわ。不安。ちょっと地球温暖化とか異常気象って言われてますけど、はい、やっぱ何十年ぶりに思いっきり泳いだからこそ分かりますけど、はいはい、海の中が変わりすぎてます。全然違いますか。はい。生き物がもうほとんど入れ替わってます。へえ。だからまあ釣果は乏しかったけど、はい、
ただただ楽しいってことですよ、ね、あのね、やっぱりあのほらおしゃれなさ、はい、リゾートなとこでダイビングするもいいけど、はい、こういう磯場でね、はい、スキンダイビング面白い、うん、というわけで私たちは、はい、帰らなければいけない、帰らないといけない、帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。帰りたくねはい、お疲れ様です。オープニングと同じスタートですけど、はい、はいね、おじさん4人の、はい、夏休み本日で終了でございます。いや最高の夏休み、はい、ありがとうございました。いやめちゃくちゃいいところ連れて行ってもらってと、はい、本当ありがとうございます。本当なんか機会があったら、はい、みんなで和歌山来てもらって、はい、和歌山盛り上げてくれればね、はい、本当に俺が子供の時は、はい、こんなに人がいたのに、はい、本当にかそってるんですよ。寂しいですよね。見てくださいよここ、はい、ね、ここだって、はい、ここだってね、はい、俺がガキの頃はばあちゃんがここに迎えに来てくれて、はい、こういう商店でお菓子とかジュースとかいっぱい買ったんですよ。それがこういうふうにちょっとかそってきちゃってて、はい、俺としてはちょっと寂しい。そうですよね。いっぱいなんで、いろんな人が遊びに来てくれればありがたいなと、はい、ね、ね、和歌山知られてないですけど意外にいい場所いっぱいあります。いや本当にいいとこいっぱいでした。いい度合いが半端じゃなかったっすね。ね、すごかった。嬉しいね。最高でした。あ、キングオンキングになり始めた。やばい。徳ちゃんはね、ここで、寂しい。俺たちも別れて。なんか寂しいな。ね、ほんとほんと。寂しいです。徳ちゃん、はい、欲しがってる場合じゃないですよ。はい、俺たちこれから8時間車で帰るから。どうぞ、ね、ありがとう。いや、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。キングオンキング成り立ちだった。はい、ちょっと、はい、また、すぐ会えると思いますけど。ね、はい、ですね。短いです、ね、短い、はい、ね、それで、これは80センチのライン釣りに行きます。いやまた言い始めた、はい、そういうことで、はい、ありがとうございました。さよなら。はい、お疲れ様でございます。お疲れ様ですね。ちょっとね、私の読み違いね、先ほどもお話しましたが、やっぱ夏の海はカニエサね。でね、なんでここに来たかと言いますと、はい、俺ね、あの和歌山の綺麗さを菊ちゃん、徳ちゃんにね見せたかったんですけど、はい、向こうはねめちゃくちゃ水が濁ってたんです、はいはい、それは砂がね、向こう砂地なんで砂が巻き上がってたのと、はい、ちょっと向こうはうねりが入ってました、はい、それでこっちのね今裏の岩場の方に連れてきたわけですが、はい、ここはでも私こちっちゃい時からめちゃくちゃ遊んでて、見てください、はい、確かに水が、みんな、うん、歩いてきてる時からですね。そう。でね、ここはすげえ海が荒れてる時でも、あの、泳いで怒られない場所。ここあんまりね、あっち。影響を受けにくいところ。影響を受けにくいんです。そしてここは、はい、なんとカサゴがむちゃくちゃ釣れるんですよ。しかもでかいカサゴマジで釣れるんで、はい、さっきね、下げ釣りちょっとできなかったから、はい、ここで軽くね、はい。これの出番っていうことですよね。そうです。それでもうカサゴは岩と岩のね、はいはい、間にポッと落とせばすぐ食ってきますから、はい、だからそれを私の水中カメラマンの腕でバチッと撮りたいと思っております。というわけでね、まあちょっと短い時間ではありますが、はい、一回ちょっと泳ぎ行きましょう。はい、泳ぎましょう。それでね、この先のね、そこの岩場、はい、あの周りなんかはね実はブダイの宝庫なんで、あとでね、この、下げ釣りをやった後、はい、一周くるっと泳いでもいいかもしれません。あ、了解です。はい。というわけで、ちょっと泳ぐ準備をして、はい、早速行きましょう。はい。はい、行きましょう。すげえ綺麗。きちゃん。はい。めちゃくちゃでかい。いますかね。食えじゃないこれ。ほら、お、何これ、え、これ魚ですか。うん、これ黒いやつ、これクエじゃないの。お、こっちに入ってくる。これ、そっから見てみて、ここから。この下に今いるかもしれない。この下、むちゃくちゃ、むちゃくちゃでかかった今。すっげえ、こんな、マジで見てみて、こっちから。ここ顔をつけて、ちょっと見てみて。ここら辺から見てみて。ここに横力が当たるんですよ。めちゃくちゃでかかった。ほら、あ、とか、そこほら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 どうした、ちょっと待って、何あれでかい、なんだあれ、
青舞台です。青舞台、あれが舞台なんだ。食わないな。でかい。でかい。うわぁ、なんだよこいつ。これ食ってきたよ。めっちゃちっちゃいやつか。あそこにでかいのが。なんだよ。うわ、でもあんな感じでいるんだ。でかい。さあ、徳ちゃんカメラマンが今、今でかかったね。ちゃんと映りました。でかい。徳ちゃん、徳ちゃん、どこやって、こうなんかカラスみたいな。すごいな、でかかったな。でかかったね。ちょっと俺が徳ちゃんをついて回るから。はい。じゃあちょっと先にやらせてもらいます。お願いします。ビビった。でかかった。釣れてるのか。あー、釣ってる。すごい。釣れました。言った通りやったら、最初出てきてすぐ入りましたね。面白い。すごい。お見事。面白いでしょ。面白い。鮭釣りって迫力あるでしょ。すごい。もうゲーム。すごい。で、しかも横にが言って、はいはい。ここ入れてって言われたところに入れたらもう。へえ。いましたね。はい。めちゃくちゃ面白い。じゃあ泳ごうよ。はい。お疲れ様です。はい。俺より、はい、帰らないです。ハマってますか。マジで、はい、徳ちゃん、はい、あのもう下げ釣り面白いせいか、はい、
帰んないです。まさかこんな光景が見れるとは。いや、ほんと、どっか帰ろうよ。よくいいよ。めちゃくちゃ面白い。ここだってポイントで魚バッて出てくるから、面白い。へぇ。ここにもこれぐらいの、カサゴがいるんですよ。はいはいはい。そいつを今狙ってる。ここだってやっぱ思ったところでさ、はい、出てくると興奮するよ。バッて言って。いや、ほんとゲームみたいって言ってましたもんね。そんな感じ。食ってさ、ライトじゃないけど、早合わせすると、はい、かかんないのよ。あ、そうなんですね。あと、水の中だと、はい、合わせても、竿だとの運で戻りが起こる。ああ、ほう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 。水の抵抗で、ムーンって、これが合わせになってかからないですね。相当ハマってますね。めちゃくちゃ面白い。いや、でも本当、和歌山ね、はい、この海綺麗。こっち綺麗でしょ。綺麗です。めっちゃ綺麗ですね。いいですね。なんか、ああ、いい。背景も綺麗で。俺がね、ちょっと思った和歌山、はい、紹介できてよかったです。はい、素晴らしい。一回家帰って、はい、風呂入って、はい、夜はね、はい、そのマッチも俺もう待ちくたびれてるから全然大丈夫なんで、マッチ酒飲んでんじゃないの、真っ赤なんだけどいや、こんなにずっと炎天下いたらね、そりゃそうなりますよ、ね、じゃあもう帰りましょう。はい、めちゃくちゃおもろかった。いやー、よかった。で、無事に連れてよかったですね。ね、はい、お疲れ様です。岩の下とか見るのめちゃくちゃ面白いよ、はい、いろんな生き物いるからで、最初のあの青ブダイみたいなってなかったっすね。めっちゃでかいのね。ああいう意外と青ブダイってね、浅瀬に入ってくんだよね。あれ餌探してんだと思うわ。ああいうのが釣れることもあるってことですか。ある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 。本当にあの多分さっきのエビをうまい感じで落としてたら食ってると思う、はいはい、あ、そんな感じなんだ。だいぶでかいやつね。めっちゃ面白い。ふらふらしてました ね、 ね、はい、ね、まあ本当初日ね、はい、まだまだこれで終わりませんから。そういうことですね。もう10日分遊びますしね。はい、わかりました。お疲れ様です。はい、ね、ですわ。おいしいでしょ。あ、下の方に持ってきました。